東武動物公園駅を後にします。僕は高校を卒業して18歳で親から完全に自立をした。その時から僕は物ではなく生き方にこだわってきた。どう自分の人生を作り上げていけるのか、このことに全力を尽くしてきた。だからボロアパート住まいの貧乏人だが、こうして若い頃に覚えたサイクリングで余生を楽しめるようになったのさ。物ではなく生き方、その人にとって最も素敵な生き方、これを目指して子育てをしようよ。物を手に入れるだけの人生は大概最後は惨めだよ。本当さ。いやー、今日も最高のサイクリング日和だぜベイビー。木の話。最高の日だね今日は。いやサイクリング最高。さあ行こうなんて言わないよ。この間言ったから。見渡す限りの田んぼ、のどかだね。え？いきなり道かねの？え、マジ？あー、ないのかなこれ。ひょっとしてでも車が行くけど、あるようなないような、ないようなあるような、なんか迷子な前の車の様子変だよ。行けるのかこれ。いけることはいけるな。一体ここはどこでしょうか。これも選択肢ありません。あ、川だよこれ。川を渡って北西に向かって進路を取ってるよ。のどかだな。とってものどか。なんかちょっと暑いな今日は。がない。これは右ですな。北に向かっちゃいました。あの道左か。どこまでも続く田園風景。坂
坂戸へ向かっていきます。アンチ土手を目指してはいるんですが、悲しいさらで土手を走っております。でもアスファルトなんだよね。ここは素晴らしいでしょ。何川でしょうか。わからないけれど楽しいね。やったね。珍しいよ、田舎の方の土手へアスファルト。あれ、もう終わり。自転車道ってなってるんだ。素晴らしい。素晴らしい。いい感じじゃん、ここ。何これ、楽しくなっちゃうじゃん。わあ、最高。何川でしょうか。ぜひまた来たいところだな、ここは。この川の先に土手があるけど、何川だろう、大きい川。ついにこの大きい川に合流してしまいます。この大きい川は何でしょうか。出ました。何川だろう。ともかく川上向かって北へ走ってるんだけれど、この川は何でしょうか。景色最高。秩父の山が見える。カメラじゃ映ってないだろうな、きっとな。時川に出ました。多分この時川ってのはおっぺ川の先だと思うんだよね。いやいやいや、なんて素晴らしい景色なんだ。カメラじゃ映ってないだろうな。人間の目では望遠で見えてるんだけどね、山が。いいね。カメラじゃ広角で映ってないだろうな。最高の日だ、今日は。家に帰りたくなくなるな。え、何隣。なんとなく自転車道っぽいな、これな。なんかそんな感じだよ、これ。行ってみましょうかね。これどう見て、あれでもクロスしてるわ。あ、もうじきできるんだ。まだ工事中です。近々オープン予定のサイクリング道路。わっせわっせ。あ、ダメ、登れる。わ、交通量少なげ、一般道最高。どこでしょうか。天神様に、はあはあ、東松山市
どこなんだろう。山が見える。県道41号線です。それってどこなんでしょう。見えるかな、緑の橋。あれ見覚えあるんだよね。多分そうなんだけど、これ左手方向へ行くと嵐山。ということで、また十津川の土手を走ってるんだけど、この川名前が変わるんだよね、確かどっかで。どこだったっけかな。わお。あ、これどうやったっけかな。まんままっすぐ行くんだよな。あ、これ曲がってないよな、多分な。行けないよな。悩むな。今の行くかな。ちょっと道が定かでなくわからなくなっちゃうけど、行ってみようかな、ここ。なんか原発反対のなんかミュージアムが近くにあるんだよね。あ、そう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 、なんかなんかああいう工場があったりして、間違っちゃいねえよ。うわー、こんなに難しいとこだったっけかな。出てきました嵐山町で、どっかで川の名前変わるんだ。なんでだか知らないけど。どうしよっかな、キャンプ場まで行けるかな。そうそう、やっぱり桜並木がありました。だけど寒いんだね、こっちはね。まだ全然咲いてません。あー、もうちょっとだね、桜。もうちょっと。前は川の土手を無理にでも、砂利だろうがなんだろうが無理にでも走ってたけど、そこから卒業してこういうアスファルトの道を走っていきます。快適です。とっても楽ちんなんだけど、どこなんだかわかんないよ。一体ここはどこだ。いろいろ書いてあるんですけれども、さっぱりここがどこだかわかりません。道の反対側に行ったらこんな看板がありました。嵐山を通り越してしまいました。あー、来た道戻るのって何とも言えなくかったるいぜ、ベイビー。のぶちゃんがソロキャンプをチャレンジしたキャンプ場に着きました。ちょっと寄ってこっかな。ここが子どものソロキャンプを体験させたキャンプ場です。ここは川を挟んで両岸にサイトがあります。資材を運ぶのに川を渡すところでは資材専用のゴンドラがあります。そこで
川を渡ったところに子どものサイト、手前に僕のサイトにしてテントを設営しました。このゴンドラで子どもが資材を運びました。子どもが高校生になってキャンプ場下見、計画書作成、実行、感想文と、こういう流れでソロキャンプを体験させました。これを何回も何回も高校生で体験させて、自立に向けて子育てをしたのです。高校生では大きな工作物を作れるようにもさせました。これは12畳ほどの市販シートを使った大型テントを作っているところです。ソロキャンプではこれの半分の6畳の広さのものを子どもが設営しました。そして感想文を書かせて、こうして子育てをして、子どもは自立をした一人の大人の社会人になっていきました。僕の子育ての思い出、ああ面白かったな。これ急坂なんだよな。無事降りられるかな。怖い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 。あれ？なんかすごくアスファルト綺麗になった感じ。そんな感じがするな。うわー、やってきました。うわー、だんだんきつくなってくる。果たして無事行けるでしょうか。また序の口です。もうね、皆さんさようならとか、ああダメ、あダメ、ああこんな死ぬかと思ったけど無事でした。ここがノブがソロキャンプしたキャンプ場。僕は若い頃はスキーに夢中だった。浦佐スキー場で SAJ の2級を取った。サイクリングは海藻を楽しむことをしていた。100キロ程度の筑波山は午前中のコースで、鎌倉を抜けて江ノ島まで往復するとおおむね250キロぐらい、日光の中禅寺湖までも往復250キロ、1日で突っ走っていた。子供ができて親子キャンプはその間毎週の休みにしていた。でもそれはただのレジャーで子育てにはなっていなかった。反省したね。そこで今度はボーイスカウトのリーダーをして子育てになるキャンプをやった。その時にはキャンプだけではなく、いろいろな活動をこなした。なんと年間70日も活動をしてしまった。そんなことで
千葉県にあるマザー牧場でキャンプのスタッフもやった。9シーズンやったね。40家族とか60家族を相手にスタッフをしたのさ。今は子供がいなくなってスノーメンキャンプクラブの活動に夢中だ。そしてこうしてサイクリングも楽しんでいる。今年はバーバと2人で輪行ができるだろうと思うね。僕のこの愉快な人生は物の豊かさではなく生き方にこだわったのでこうなったのでしょう。